東京テアトル株式会社は映画配給及び映画館の運営、飲食店運営、不動産賃貸事業を中心とする日本の映画会社。かつてはセゾングループ参加で西洋環境開発の子会社であった。その関係でパルコ、声優、西部百貨店など元セゾングループの商業施設で多数の映画館を運営住宅していた。年、 東京工業株式会社として設立。1949年5月、東証再開と同時に株式上場する。1955年11月3日に映画館、テアトル東京を銀座に開館、同時に東京テアトル株式会社に社名変更している。映画館、キャバレー、ボーリング場の運営を主な事業として手がけてきた。しかしその後、 ボーリングブームの終焉や映画産業の社用化などから経営不振に陥る。テアトル東京も1981年10月31日をもって閉館するに至った。そこで安定的な経営基盤の構築を目的にテアトル東京跡地の再開発に際して当時の清水清明社長からセゾングループ総水の堤政治に協力が要請され合意に至った。 合意にのっとり、1983年に西部都市開発が増資して、東京タートル株式の37%を取得。再開発の主体を担い、1987年1月、跡地にホテル西洋銀座、銀座セゾン劇場、銀座タートル声優が入居する、銀座タートルビルが竣工した。これによって、東京タトルは、東方生命保険ともに銀座タートルビルの 共同所有者となった。1989年までは、西洋環境開発は東方生命保険に次いで、東京テアトルの2位株主であったが、その後、セゾングループ各社の持ち株を集約して、東京テアトルの筆頭株主となった。これにより、東京テアトルは、西洋環境開発の子会社となり、セゾングループ入りした。セゾングループ入りに伴い、 グループ内の西部百貨店、西友、パルコが個々に運営していた映画工業の運営を受託した。1999年に大株主であった東方生命保険が業務停止命令を受け破綻。さらに翌2000年には西洋環境開発も経営破綻する。大株主の喪失は東京テアトルにも大きな影響をもたらし、東方生命から 銀座テアトルビルの土地と建物を購入したほか、同ビルでセゾングループが手掛けていた事業を引き継ぐなどのために新規融資を受けたため、ピーク時における借入金総額は220億円を超えた。また安定株主であった大株主の経営破綻によって株式が大量に市場に放出されたため株価も急落する事態にも見舞われた。銀座テアトルビル竣工以来、自己所有する。 観楽街のテナントビルなど、レジャー関連の不動産賃貸業とホテル運営が売り上げの柱となっていたが、世界金融危機による不況により2009年から2013年にかけて多くの事業整理に踏み切った。2013年5月には、ホテル西洋銀座を閉館、同年6月には銀座タートルビルを売却している。その一方で、中国分マンションを買い取り、 リフォーム後に販売するリニューアルマンション事業への進出、北海道内を中心とした串取りなど居酒屋の出店、また映画部門では既存の映画館に加え、運営住宅したシネリーブルとシネカノンの映画館をテアトルシネマグループのチェーンに組み込み、独立系の作品や配給会社の作品を中心とした映画作品の配給、上映の拡大などが行われている。 創業者の吉岡重三郎に入社して、営業を担当。1915年には、同社が建設した豊中球場の活用策として、全国中東学校優勝野球大会を発案し、開催した。阪急阪神東宝グループの創業者、小林十三の片腕として40年以上使え、東京宝塚劇場社長、後楽園、スタジアム社長、日活社長を務め、 1942年には、大英の発起人に名を連ねるなど、戦前の映画、演劇、レジャー界で活躍した。終戦後、公職追放となり隠居生活を送っていたが、戦後の後輩した大衆生活に潤いようと、東京テアトルを設立、映画、演劇の圧戦工業を行いつつ自社映画館の設立に尽力し、銀座一丁目にテアトル銀座を開業した。当時、 銀座で映画館は失敗するというジンクスがあったが、米国の封切り作品の上映や一流設備の導入により成功した。頂上以後の婿に、四尺梅孝治貞幸の次男、貞美タートルハイツとテアトル渋谷、七人の侍、上映時のテアトル SS 商業施設、パッド子会社の有限会社アイザックを通じて、レジャーホテルの運営も行っていたが、 2016年1月10日をもって営業を終了。レジャーホテル事業から撤退した。2013年までキャバレーを運営していたが撤退。東京都心部でレストランや西洋銀座名称の昼食、洋菓子店を数店舗出店しているほか、子会社の札幌開発により、串取りなどの居酒屋を展開している。ありがとうございます。